はい、ちょうどですね、減量始まって何週目ぐらい持ってた？7週目か8週目くらい。早いね、あっという間に時間が過ぎてきます。今年いいことだね。なんか忙しいっていうか、やることすごいたくさんあって、減量もね、暇だと余計お腹すいて大変だから、これは今すげえ充実してます。と、今日の予定なんだけど、今日この撮影と、あと、午前中ね、家でやることがあって、でこの後、FWJ 関連の、雑誌の撮影があるんで、その雑誌の撮影をして、インタビュー受けて筋トレして、でその後、事務所に戻って、まあ、夜ね、アパレルのデザインの打ち合わせがあって、その打ち合わせをして、工場にそれ投げて、今日一日とりあえず終了って感じだ。もうすぐで2ヶ月経つは経つんですけど、まあ最初の1ヶ月ね、どっちかっていうとちょっとリンバルク的な感じで糖質量を多くしてカロリー増やしてって感じだったんですけど、まあ今ね、その1ヶ月終わってから、3週間ぐらいかはこの減量の、カードを削って、モードを入ってきてます。でまあ、持田君 と、まあ、ニュートリションコーチと、いろいろ相談したり、3人で、ね、やり取りしながら、大会じゃあどこがベストなんじゃないかとかね、今コンディションとか、日々いろいろ話しながら、早ければその7月の2週目の大会で、遅くても、8月の東京プロにもしかしたらそこ1本目でフルベッドで行くかもしれないし、まあ、それはちょっと本当にコンディションとコーチとたちとどこに、行くのがベストかっていうのは、僕一人よりも、しっかりアドバイスもらえるのが決めるので、それで、決めていきたいなと思います。まあ、最近はね、このなんだ、外の天気とかめちゃめちゃいいし、あったかくなってきた、家の外カフェがなんか俺の癒やしみたいな、ここでこのカフェオレプロテインを飲むっていうのが最近の日課です。めちゃくちゃうめえ。俺コーヒーで割ると、俺コーヒー超好きって思ったら極限まで飲んだ、最高です。じゃあ今日も一日ね、ちょっと減量で疲れてきて、少し減量洗礼受けて体もだるいけど、今日の一日気合入れてやってっか。人生いつだってやるかやるかしかねえから、やるかやるか、そしてやったことに対してね、結果が出たことに対して、しっかり改善して、またやるかやるか、反省改善やるかやるか、もう永遠にこれがね、挑戦することでしか人生っていうのはね、結果は得られないし、なので頑張っていきたいなと思います。今年はちょっと俺の中でもそうだし、ファンに対してもそうだけど、何としてもかわしてやるこの気持ちでしかね、持田コーチとニュートリションコーチと頑張ります。まあ、ニュートリションコーチはまた、どっかのタイミングで紹介できたらと思います。楽しみにしてください。それじゃあ今日も一日、レッツギアセカンド、違うか。腕で低いんじゃなくて、背中のこの円運動を持ってしっかり大きく作ってあげるっていう。なるほど、はい。こうやるの、腕とかで思いっきり引いちゃってたりなんで、後輩の動きでここから乗せたら、ここまでしかないです、でこれ以上、この動き取ったわけですよ。チェストしっかりやって変動するんですね。お疲れ様でした。お疲れ。いや長かったですね、インタビューね。雑誌だからね。いや本当に雑誌楽しみですね。6月の、フィットネスワールドで、乗るらしいんで、これがこれですね、フィットネスワールド。ジョーさんですね。ジョーが
これあれですけど、ここに6月の末、僕のインタビューが載るらしいんで、ぜひ皆さんチェックしてください。そろそろですかね。そろそろっしょ。そろそろかまさなきゃダメっしょ。で、今日この後8時前なんですけど、また9時から事務所に戻ってアパレルの商品詰めなきゃ、デザイナーと打ち合わせなんで、戻りますか。戻りますわ。どうっす。あ、すいません、お渡して。どうっす。いいかなと思うんですけど。そうですね。プリントでもいいかな。プリントならできると思うんですけど。もしかしたら、このゆったり感が海外の的な感じで。なるほど。お疲れ様です。はい、お疲れ。マジで最近筋肉痛がマジで抜けないわ。年なんかなと思ったけど、多分持ちは取れだな。あれ今全身で俺やってっから、重量が多分全ての種目意味わかんねえから。今まで使ってなかった筋肉強制的に使ってるからなんですかね。かもしんないね。だから怪我だけちょっと今日気をつけなきゃなと思って、なんか大胸筋でパッツン行きましたとかさ、なんかそういうのだけマジで気をつけるためにちゃんとね、この間動画で紹介した堀口くんとか、あとウォーリアにもともといる黒沢さんとか、まあ、整体受けれるんで、しっかりそのケアもしながら、ね、そのぐらいはちゃんといたおってやっていかないとなと思いました。この後俺には選択肢が2つある。何かわかる？シーシャー吸いに行くか、サウナか。まあ、それ遊びじゃん、言っちゃえば息抜きみたいなもんでしょ。俺まだ今日雑誌の撮影の後、本当は胸取りやるはずだったんだけど、なんかすげえ痛くて、これなんか切ったらやべえなと思ってちょっと中断したんだけど、この後俺には足トレやるか胸取りを再開する、おわ家に帰って今日は疲れたからゆっくり休むつって休み、もう振り切って休むか、どっちか。ただここでその思考に行ったら弱いって、人として弱いって。お前それはみんなここに大抵立たされた時に、多分家帰って風呂入って飯食ってネットフリ見て寝るっつうさ、人として差がつくって。それは結局厳しいって。これの3年後5年後で、人ってのはこの瞬発の今日頑張ったからっつっていきなり明日良くなることはなく、この分岐点に毎回ね、多分みんなも立たされてると思うんだけど、ここで結局今日はいいやで楽な方楽な方楽な方っつうのを気づいたら3年5年っつって、でここ毎回厳しい方に行ってるやつだと、こういう感じでどんどんこう分岐点からこう離れていくと俺は思ってるから、疲労してるところで筋トレをすることで疲労をさらに俺取りに行くから、これがジョージ理論だって。わかる。なるほどですね。オスとしてお前そこで踏ん張れない。厳しいって。ということで、ここからトレーニングいきたいと思います。レッツじゃない。じゃあ皆さん今日も一日お疲れ様でした。
俺はこっからジムに行ってさらに自分を追い込み男として、ね、上位 20% に入ってさらに高みを目指し、世にたくさんいる美しいメスから好かれるように俺はやるよ。お前はどうだ、このまま帰るんか。帰ります。厳しいってお前、人として差がつく。もう帰らせてください。お前さ、それはお前人として差がつくってなあ。ダメダメですか。リテイクですか。お前それは人としてさすがに差がつくって。俺はやるよ。お前はどうや。じゃあバイ。